いいかも。めっちゃ見るやん。32さあ、ここが18秒です。もともとのシャトルランの9秒の、まあ、ちょうど倍の速度ですね。りょう大丈夫？36頑張れ。来た。インテル入ってる？いいや。私にはアルコールが入ってる。テキーラブンブン用意ドンコニシ。ちー面白くね。一応言っておきますけど、このガヤを考えたのは全部としみさん。僕です、僕です。じゃあしっかり調べてね。しかも気をつけないといけない。しかも焦りながらね。焦りながら。16.2 秒になりました。りょうさん行ってくれ。うわー、ギリギリで危ない。もう余裕がないぞ。なんだこれ。もうすごいすごいすごいぞ。いけるぞ。頑張れ。涙止まんない。なんで？なんすごい。44。なんだか。45。いや、僕が遊びに来ちゃった口の中に。お、わからなくなってきた。遊ぼうよ。あー、すごい。いや、すごい。虫さん普通に強くね。よー、どうした。どうした。やばいって。いけるいける。みんなでさ、スタジアムとかで見たらくっそ盛り上がる。うわー。なんだかんだと言われたら答えてあげずにまずお酒。こちらになります。お、ちょっと色が、はあ、お、これあれじゃないの、南公園じゃないの。南公園にね、こういう汽車みたいなやつありますけど、まさにでも西茶は川あんだよな、奥に岡崎公園。ここが岡崎公園っぽくは。そう、一回さ、ここ行ってみん。あの、俺らの思う場所。うん、行ってみましょう。あの、多分見てる人はマジ何のことってなってると思いますけど。あ、確かにね。試しに行ってみましょう。行ってみましょうか。はい。いや、気持ちいいね、なんか。うまっ。うん。今の気持ちよすぎ。うん、なんかよくわかんないけど、めっちゃ感謝されてるもんね。めっちゃ感謝されてる。何もしないのに。正解してさ、花咲くやん、花で。うん。痛いもんね、ずっと。中入って茶飲みてえもん。最終問題ください。最終問題はこちらです。おぉ。え？一見南公園じゃない。ねえ。いくらなんだよ、南公園なんじゃない。違う？あんな説あるけどなぁ。意外と岡崎公園とか。ありえるよね。昔はあったとかね。うん。なんか川っぽく感じるもんね。そうなんだよね。ちょっと川沿い走ってもらう？岡崎公園の。うん。それでまあ、ぬるっと南公園に向かえるような感じで。はい。待って。え？あれ、イクトの車じゃない？なんだてめえら！こっち入ろう！てめえら！おい！何してんだよ！何してんだ！え、顔どうしちゃったの？93年間ありがちになっちゃっただろう。てか合流しちゃったらもう話にならないらしいかよ。2台どうすんだ、このカメラのこの切り替わりをよ。2画面で使えたやつや。どういう2画面だ。バイクで行ってやろうか、この辺に。こっち？分かんのか。マジで雰囲気で1回来てみようって来たとか。え、ついてくわ。ややこしいだろ。でも一回合流次第で好き勝手やってみようよ。あ、いいよ。一回作戦話見るじゃん。じゃあ、分からん、俺ら動いていい？あ、いいよ。手術だけダメ。もう意味わかんないだろ。手術はここで固定。怖い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 。石拾わないでください。石拾わないで。別に石落ちてるなと思って拾った。いや、確かにうちの敷地から外なんで、はい、ね、言えないですけど。何、なんかちょっとちょっとドンってやらないでください。ダメ。ドンってやらないでください。危ない。俺、切るな、俺、起きれ。なんだ、びっくりした。やめてください。やめてください。何、看板やんの、看板のこと。まだいない。やめてください。お客様。なんか、黒に揃えた方がいいかなと。お客様とは容赦せん。いいな、こういうの。今のめっちゃ楽しかったわ。ちょっと、動かさないで、でかいアロエみたいなやつ。アロエみたいなやつ動かしてるの。ああいうのあんま最近見ないからさ。ガードマンとかしかやってくんないじゃん。やっぱあれだね、そういう想定で作んなきゃダメだね、全てね。本当にやらないっていうのが優しい。目の話はしないよね。へこみがないのがね。へこみとかないから。なんだ、どこで作る、始めんな、いきなりどこで作るっつ。はい、行きましょう。やってみましょう、文系チーム。はい、本来のこういうやつはかけ離れたね、感じのやつを作っていきます。計算では使わない感じだね。当たり前だろ、計算するわけねえだろ、これで。これネジで止まっちゃってるんで、それを外していきたいと思います。マジ早く外してって。もう危ないな。ねえ、痛いんだよこれ結構。これさ、靴下半分脱いじゃうんだよね。わかる？わかる、めっちゃわかる。なんだろうね。ね、いや、ここ取れるじゃん。
様なね、なんかいつもと違う空気感ですけど、明らかに、明らかにね、光がないよな、うん、それでは例のものを高く売ってください。目を上げてください、はい、せーの、あ、黒、あ、え、黒、うわ黒、こんばんは、こんばんは、闇夜の10万円チャレンジへようこそ。10万円チャレンジ、リーダーの方はこちらを持ってください。リーダーだった、ここは僕たちのスタジオです。はい、はい、正面には大きな棚がありますね。あります。あの棚の中に10万円が隠してあります。おお、今から5分間のうちにあの棚を物色していいので、はい、もし10万円を見つけることができたら、はい、その10万円を差し上げます。いいの？これは嬉しいですよ。5分間をスタートしたいと思います、はいはい、闇夜の10万円チャレンジ、スタート。あ、ちょっと待って、いいってこと？おお、危ない。うわ、電気つけようか。電気つけましょう。電気はつけてはならない。そしてここに僕の手にマッチがあります。マッチだ。マッチ。リーダーの持っているランプは火でつくランプです。なるほどね。1本1万円で売ります。かっかっ。いや、どうすんの。店長、ちょっとこれ買えるわ。なんでだよ、持ってこいよ財布。1万円、はい、これでどうぞ。はい、ありがとうございます。来た来た来た。これどうやってつけるのっていうか、もう1万円でもう1本マッチを買うのももちろん可能でございます。いや、1本あ、行ける行ける。お、いける。あー、ランプね、つけないと。早く、これ立ってる。ちょっと待て、おい、なんだこれ、なんだそれ、おい、どういう構造かも見よう。もう1本買え。早っ。でも早いってお前決めるの。もう1本買え。ずっと持っとけ、ずっと持っとけ。それギリギリまで。あったーい。ここあったい。よく耐えた。見えた。よく耐えた。そうだな、今かなり見えた。もう1本、早く早く、どうぞ。くそ、まずみよちゃん、ちょっとまずもう暗いけど目慣れていったから、もうみよ、ひねるしちゃう、ひねるしちゃう。出てきた。うわ、出てきた。チェックファイヤー。あ、来た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 。出しすぎじゃない、出しすぎじゃない。なんかさ、この辺濡れてない。なんかオイル出てない、オイル。ボーボーだって、ボーボーだ。こんなのちょっと待って、ボーボーやんけこれ。ちょ、マジ危ない危ない。オイルこれ危ない。でこれさ、これさ、燃え、何よこれ。ドカーン。うるさいわ。いるかお前。まあ、なんで来たかっていうと、はい、見つけたんですよ、僕の寿司。はい、見つけました。どこにあった？え、どこにあった？単位として知ってた。もう、もともと。見える。見えない見えない。その頭の中にあるから。もういいか。さあ、お次。はい、映像ありぐみ、どっちがいきますか？どっちでも、今パソコンある。はい、うん。じゃあ。いや、りょう何を買うんだろう。りょうの家ってすごいさ、物全然置いてないイメージ。だからミニマリスト系だもんね。いっぱい買うの嫌いだろうなって思いながら。こちらが僕が買ってきたものです。レシート新調チャレンジ。あー、なるほど、ね、ということで、僕が大量に買って困らないものがもう何もないということで、比較的賞味期限が長い酒屋さんに行きました。ここでお酒を大量に買おうかなと思います。僕の身長が186センチです。これが本当なんで、186センチを目指していろいろ買っていきたいと思います。ここは酒の過ぎた岡崎本店さんでございます。これまさか、これにいろいろ入れていきたいと思います。営業ここのレシートは知らないんですけど、セブンイレブンのレシートだとだいたい3商品で1センチぐらいなんですよ。で、2個まではその2列になって、まあかける2とかで2列になるんですよ。で、3個以上はもうかける3、2のとこが3になるだけだから、同じ商品は2個までしか買えない。なんで2個ならいいって。いや、聞いてよ。聞いてよって。貸し心を見て。久しぶりです。20年ぶりですよね。20年ぶり。僕のお父さんのお友達で、家族ぐるみで仲良くて、リンゴ狩りとか行ったりしたパパが今20年ぶりでそこにいて、で、娘さんがちょっと、娘さんが、こんにちは、娘さんも20年ぶりぐらいなんですけど、僕の幼馴染みたいな。娘の幼馴染みで20年ぶりの再会。めちゃくちゃおすすめのワインが。あ、そうなんだ。めっちゃ買う、めっちゃ買う。わかんないけど。ゆっくり全部買って。スイタのお嬢。全部買って。買いました。坊やが。聞いてよ。ウイタ全然聞いてない。ワイプあったら喋りたくなっちゃう。ちょっと教えた。オンパスワンが、してた。バカ、こけっか。一番いいおすすめです。この企画ね、実は一番だと思ってもらえるの。下りがあったら、これに一番かけて。ちゃんとスイタさんだ。意外だよ。当たり前だ。そうだろ。
おばさんがいます。まだ知ってほしい。いやー、そうですね。なかなか、結婚しかない。どうしてもね。おー、立場。持っちゃう。はい、行くとどうしよう。上がるな。行くと、はい。いいやろ、考えて。行くとの同級生でもあるけど。結構バイク増してんだな。バイク多いね。ちょっとタイっぽさもあるんだよね、これ。東南アジアっぽさ。東南アジアなんだね。東南アジアを感じるよねっていう、うん、東南アジアみたいだねじゃないの。え？じゃあ東南アジア感があるよねってやっぱね。うん。東南アジア。日本で日本っぽいねって言ってもあっめっちゃ見るやんお前。運動してるだけだとね、やっぱり補いきれないというか、はい、普段の食生活とかいろいろあって我々の肉体ができてるっていうのもありまして、はい、意識していかなきゃいけないなって思うのがカロリーというものですよ。まあ、たくさん食べたらね、体に入るし、たくさん動いたら出るしっていうね、まあ、分かりやすいものではあるんですけど、意外と消費できないなってね、誰しもダイエットして分かったことあると思うんですよ、はい、なのでやっぱ効率よくね、こんぐらい食べて、難しいなちょっと待ってよね。あ、待ちますよ。もうちょっとあれですね。全然待ってるから。あ、待ちすぎるからお前もインスタ早っと思って何だ時間あるから座ろうかな。あっちで座ってけ。こっちで休まなくていいんだよ。じゃあ帰る。お疲れ様です。おー、それはまあそうか。こちら今すぐやめないとこの先に出てくるボスのネタバレ。やめろー。うるせえなお前。今日はずっとそれ。え、2発目がめちゃくちゃうるせえんだよ。うわーって。え